よし、さあ今日もね、始めていきましょうか。さあミッション、何行きましょうか今日は。コマジロを救ってもまあいいんですけど、まあ、サブミッションもね、ちょいちょいあるので先にサブミッションやってみましょうか。まずは金の卵に群がる妖怪を退治せよ。やっていきます。行きましょう。さて、妖怪の右上にあるおすすめレベルが10ですね。今だいたいレベルがね、13と10とね、まあそんな感じなので、まあまあぼちぼち適正レベルかなとは思います。ね、まあぼちぼち行きましょうか。行くだにこれ、この前、やっとね、ウサピョンが出てる回の妖怪ウォッチのアニメ見たわ。ねえ。なんかすげえ、ケイタくん出てこなくてね、笑ったわ。ねえ、妖怪ウォッチ3はあんな感じなのかな。ねえ、期待しますね。さて、始めるか。さあ、駅前の金の卵。ね、略さないでくださいね、皆さん。さあ、金の卵。ねえ、なんかすごい、ええもんがあるらしいので、ぼちぼち行きましょうか。金の卵目指して。よし。さあ、手持ちの道具が全部置いてきちゃったのでね、アイテムもね、取りながら、帰ろうかなと思います。どこにかないかな、ほんと。さあ、金の卵、駅前、あ、もうちょい、こっちか。よし。何これ、妖力のお札、お札シリーズじゃん。俺、前作の妖怪ウォッチでも、お札シリーズとかで全然使ったことなかったんだけど、ええことあんのかな、さあ。そしたら、どいて私が一番に刺するのって。さあ、笑え姉さん。ねえ。笑う姉さん。笑え姉さんと口だけ女。ね。おなごの妖怪たちよ。へい、さあ、討伐完了。終わりこれで。また出てきた、なんか。うおキンキンのあれをさせて、わしも一番になるんじゃ、どんかく。お前、切ねえな、そりゃ。卵にそんな魅力がまださすり足りないわ。さあ、口だけ女と、ね、笑え姉さんの。みんな出てきましたね。とりあえず A ボタン連打するだけの人生です。え、もう終わり？まだ出てきたにゃ。すごかったね、騒ぎ。噂の力って恐ろしいですね。ねえ、ほんと。あ、ふぶきちゃんも行っちゃうの？一緒に行こうか、俺と。二人で行かない？でもなんか言いました？ねえ。ふぶきちゃん可愛いな。ふぶきちゃん仲間なんねえかな？ねえ。俺、ふぶきちゃんと俺で二人旅したい。結構しんどいな、それ。よし。さあ、ミッション攻略完了。めっちゃあっさり終わったんだけど。で、コマジロ救出ミッションもこれぐらい一瞬で終わっちゃうのかな。それはないか。な。さっきの卵、助けたくて、ね。略しちゃダメよ。よし。さあ、多分メダルくれよ。ねんだよ、俺。ポカポカエキス。でもこのね、なんとかエキスシリーズってね、意外といいんですよね。武器を作ったりするのにね、使えるんですよ。なかなか装備作ったりとかね、合成屋さんはね、僕もそこちょいちょい利用してますのでね、まあ、かなりステータスアップ図れますので、皆さんもつけてくださいね。よし、あ、ちょっと待って、持ち物だけちょっとね、外しておきましょう。ね、これを外すってすると、持ち物置いていけますのでね。で、この持ち物売ったりできたっけ、このゲーム。ね、売ったらお金、鬼玉貯まるし、いいんじゃないの、多分な。よし、それでは、次ですね。ガシャドクロだな、絶対。コマジロウが何者かにさらわれた。犯人は桜第一小学校の屋上にいる。行ってきます。ガシャーガシャーねえ、あいつ、好きだったよ、俺。ねえ。よっしゃー行ってくるぜー。いでじゃあ、どんな展開が待ってるのか。ミッションスタート。さあ、まずは学校に向かいましょうか。ね。ちょっとおにぎりを持っときたいよね。さすがにちょっと強そうなボス戦だし。さあ、守りのお札。まあ、これもいいでしょう。いざとなったら、使いましょう。さあ、これ。なにこれ。スタミナム。ね。よし、導き。おーい。それじゃあ、学校までね、全力ダッシュでいきましょう。なんか、モンスター、なんとかボール転がってくる。あかん。さあ、セミマル、ミンミン、友達になってくれ。なんねえか。ねえ、さあ、どんどん転がってくるので、避けながらね、進みましょう。ゲーム違うんやけど、大丈夫かな。スタミナム食っちゃうかな、これ。さあ、スタミナム使った。よし。使ったけど、すぐ敵が。よいしょ。
出てきちゃった。じゃあこのまま走り続けましょうか。スタミナ減らないモードです今。いいねこれ。みんな邪魔やで。うん。バカ好き。バカ好きで取り憑かれたらバカになるんだっけ。嫌だよなぁ。俺には取り憑かないでくれよ。さあ、学校が見えてきましたね。ここだ。入りました。学校は妖怪でいっぱい。あ、シャレゴ夫人じゃん。ね、進化したら超可愛くなるんだよね。みんな大好きなやつになるな。よし。サカサッガザ。台風の日にいる妖怪。やばい。サカサッガザオーナイ？ねえ。よし。さあ次行くか。おお、まだ出てきた、ここに。ドクロバーサー、なにこれ。俺なんか妖怪ウォッチさ、割とやってたんだけど、ちょっと知らない妖怪が結構いる。あ、カラカラさんだ。かわいいね、君。もう倒しちゃった。早いな、洗いましょう、倒すの。さあ、まずは学校、ここにいるね、妖怪全部やっつけろってことなんで、まずやっつけましょう。これで6匹やっつけた？カラカラさんも。よし。カラカラさんは何だろう？ヒーラーなのかな？そう、誰も友達になってくんないんだけど、なんでだろう？俺のこと嫌いなんかな？よし。ダニダニアタック。さあ、なんか、33回復すんだよね、ほんと。わかる？洗いましょうのさ、回復力。めっちゃ高いよね、ほんと。エースだわ、こりゃ。さあ、ドクロバーさん、燃えてください。やっつけて。よし。さあ、この近くにコマジロはいないずら。どこにいる、おるんやろ。屋上から、屋上行こう。さあ、行ってこい。入れる、ここから。ねえ。入れないよ。よし、行ってきます。さあ、おそらくボス戦でしょうね。さあ、でかい敵だよね、ガシャドグロって。どんな戦いになるんだろう。メダルだ。カラスがメダル持ってくるんだよね。タッチしてやっつけられない。すげえ笑顔や、お前。ガシャー、ガシャー、ガシャドグロ。さあ、あいつが犯人だ、やっつけろ。よし、小町の解説だ。さあ、なんか黒いお先真っ暗黒玉。よし。さあ、これ必殺技、あの黒いところ。必殺技打っていいのかな。ビームダニークラウダニー、いいダメージ入ってる。いいね、かましやれ、かましやれ。何も見えなくなってしまう黒いカプセル。あそこ入らねえように注意しよう。よし。カラスよ。前はカラスをね、倒せたんだけど。あ、カプセルの中にコマジロがいる？燃え盛る赤玉。さあ、範囲攻撃気をつけよう。あ、危ないよ、お前。さあ、この遠距離攻撃。あ、自爆すー、死んだ。敵の増援が来た。どうやってこれターゲット切り替えるんだろう。ターゲットに切り替え方わからないけど。あががががが。さあ、自爆発大丈夫か、お前。よし。さあ、周りの敵は味方に任して。おうおうおう。すげえ、攻撃されてる。よし。さあ、そろそろ必殺技溜まってほしいんですけど、どうでしょう。燃えろ。あ、結構ダメージ入んな。危ない爆弾。うわ、降ってきましたよ。危ない危ない。ここに届くんだ。すげえよな、ほんと。あ、ジバニャン、お前、500はダメだって。行くな。帰ってこい。お帰り。さあ、洗いましょう、もう、気絶。まずいですよ。どうしようもない。避けらんない。洗いましょう、行くな。洗いましょうが死んだら終わってしまう。さあ、そろそろ必殺技使える。黒のカプセル。あれはどうでもいいや。範囲広い。いや、ここしかねえじゃん、助かるところ。みんな頑張れ。必殺技や。逆や、まったく。ちょっと、チェンジしましょう。さあ、コマさん。ね、キャラクター切り替えると必殺技使えるみたいなんで。人玉何分。おお、鬼強い。
さて、ガシャドクロで心臓を潰してようやく撃破。めっちゃ強かったんだけど、ガシャドクロの奥歯を拾った。何それ。コマジロどこ行った？大丈夫か？めっちゃ燃えてないこれ。大丈夫ここ。さあ戻りましょう。ちょっと今回戦って思ったのは、仲間妖怪がね、めちゃんこ死にますね、これ。ね、敵の範囲攻撃を避けられなくて、炎の中に居続けたりとか。ちょっとこれね、もしもっと難しい、ね、ミッションになってくると、一人で攻略するっていうのが、もしかしたら苦しくなってくるかもしれませんね。人間4人じゃないと苦しいかもっていう。ね。まあ、その時困ったらちょっとリスナーさん、助けてくださいね。なんか募集するかもしれませんので、よろしくお願いします。そして、バスターズランクは3人アップ。来たな、俺。ついにエースとなってしまった。やったぜ。1000もらったんだけど、鬼玉。鬼丸。お、やったー、プリチーコインじゃん。で、ガシャドクロの奥歯。なんかいい感じやな。はい。どうや？おかえり。あれ？ KG じゃなくなってる。ありがとうずら。あと生意気なこと言ってごめんなさいずら。元通り。ねえ。思い出したずら。なんでバスターズ始めたのか。兄ちゃんはどんな時でもオイラを守ってくれた。でもオラは門限やり方を間違ってたずらね。都会に来て都会人の壺を掴んだような気がしたずら。むじろう。コマさんお手柄にゃ。照れるずら。兄ちゃんは門限ずら。オラも兄ちゃんと一緒に戦わせてくれずら。いいよ。さあ、コマジロー友達になった。ねえ。お前も仲間になってきたか。でも、入るスペースないんだよな。いいもんですね。よし。さあ、コマさんとコマジロー。ね。仲良しすぎんだろ、おめえ。さあ、次回予告。あら。人魚とカッパだ。古典妖怪。よろしく。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあの。